本当にちょうどいい田舎、まあ、東京との距離感だったりだとか、何よりも人と人の距離感つかず離れずっていうのが本当にちょうどいい距離感で、ロードバイクほぼ毎週乗っていて、片道30キロ圏内で町があって川があってで、山があるっていう、本当にあの全部が揃ったで、かつこのコンパクトにギュッとしてる、日本のボストンだなっていうふうに思っていて、ボストンってこう地域がギュッとしてて、お互いにこう情報交換が活発っていうところと、それを小さくでも試せるマーケットがあるっていう、この2つの理由でめちゃくちゃアイデアが生まれてますと。でなった時に小田原ってまさにそのボストン的な要素が非常に大きくって、小田原の海岸線で運動会みたいなものを開きたいなと思っていて、本当にここに住んでいる方々が一番面白い楽しいって思えるような。